佐伯木工造は日本の映画監督、脚本家である。サイレント映画の時代からキャリアを持つ。1912年12月4日、東京府東京市芝区に生まれる。旧姓、早稲田中学校を中途大学した後に内外通信社、博報堂に勤める。映画界での最初のキャリアは東京、巣鴨に撮影所を持つ大都映画で1934年、 同社のオーナーの河合徳三郎の原作を脚色し、中島とめみつが監督したサイレント映画、メイク同中期で脚本家としてデビューした。1937年、同社が制作したサイレント映画、浮世絵像紙で監督としてデビューした。1942年2月、第二次世界大戦の戦時統制のため、同社が新興キネマ、 日活の制作部門との合併により、第二本映画制作となり、大英東京第二撮影所の所属となった。翌1943年、立岡健之介と田口明が共同で脚本を書いた映画、華やかなる幻想を、同撮影所で発表した後は、戦後まで記録が途絶える。猛獣使いの少女のエディチエミ。戦後、大英東京撮影所に復帰し、 1947年5月27日公開の高岩ははじめ、倉谷勇共同脚本の映画、鉄拳の街で、監督として復活した。1951年には、ガツから来た男、1952年には、歴代4作目のリメイク、まぶたの母、あわたぬき屋敷の3本を、大英京都撮影所で撮っている。同年以降、大英東京撮影所を離れ、 新東宝で、佐代福子主演の、ちょいと姉さん思い出流や藤本雅美プロデュースのもと、東宝で、森重久也主演の、一等社員さん等、重役兄弟編を撮ったりと、外に出るチャンスが増える。1955年、宝塚映画で、夢地都市、木屋地小石屋宮子町長、なんと、有事の出演する映画、矢じきた漫才道中化け姫騒動の巻き、 矢じきた漫才道中腰抜け一家の牧野二作と、鶴田浩二、隅花代主演の女の学校を監督する。同年、大英東京撮影所でも撮っているが、1957年6月11日、公開、菅原賢治、若尾文子主演の妻こそ我が命を最後に、大英を完全に離れる。1958年、東京映画に招かれ、佐藤一郎プロデュース。 フランキー堺、井、淡路稽子主演の映画、ぶっつけ本番を監督した。以降、現代劇を東京映画で、時代劇を宝塚映画で撮るようになる。1964年、豊田志郎、久松誠二から駅前シリーズを引き継ぎ、喜劇駅前女将を監督、以降、12作を手掛けた。1967年の喜劇駅前漫画を最後に、 同作公開の翌年、1968年に病に倒れ、事実上の引退となった、1972年12月27日、死去した、満60歳没。ありがとうございます。